第5レース進入隊形はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。コーススタートは3コース5コースの2人、4コースがだいぶ遅れた台形で1、2コース2人は伸び返していきます。逃げる1番塩田、内から2番の川崎、さあ刺して2番の川崎先頭争い持ち込めるかというところ、一瞬へさきはかかりましたが少し伸び返していく1番の塩田、その後ろから6番の原田も上がってきています。さあ先頭争い2番の川崎引きません。スタートは前提正常、2マーク2番川崎先に丸差しを狙いましたが1番の塩田届きません。ここで一気に先頭2番の川崎抜け出してリードは3デシンです。1番の塩田2番手でここに差を詰めてきた、内から6番の原田、さあ直線伸びてきました6番の原田、2番手並んできましてこれから2周の1マーク、6番原田が先に回る展開、1番の塩田はちょっと差し遅れてしまいまして3番手争いに交代。この3番手には内から3番の沖津が並んできました。ここで2番手6番の原田が抜け出してリードは3点進、並んだ3番手は内3番の沖津、外は1番の塩田で2周2マーク、外から行こうという1番の塩田ですがこのターン少々外流れました。3番の沖津がここで逆転の3番手、1番の塩田は4番手まで交代です。上位3艇は2番6番3番で最終周回です。3、4番手差は4点進と開きました。1番の塩田4番手、最終の1マークですがここも3番の沖津は3番手守ります。後方は5番の長井5番手で4番後藤最後方です。2連単は2番6番の組み合わせが 309.4 倍のツ、3連単の2番6番3番の組み合わせでは1847倍です。最後も3番手3番の沖津が抜け出して大波乱の決着です。先頭2番川崎五輪、6番原田五輪、3番沖津五輪、1番塩田五輪、5番長井五輪、4番後藤五輪、